気温の。ハッピーバースデー、蘭丸先輩。今度スターリッシュのみんなと焼肉に行こうよ。腹が減っては戦はできぬって言うもんね。呼んだか。黒崎さん、誕生日おめでとうございます。今日という日にふさわしいロックな献立を考えました。楽しみにしていてください。呼びましたか。お誕生日に好きなものに囲まれて蘭丸先輩も嬉しそう。私にもハッピーな気持ちが伝わってきます。呼んだか。お誕生日おめでとうございます。蘭丸先輩の男らしさ、男の俺から見ても心底かっこいいって思います。呼びましたか。マルちゃん先輩はお肉とフルーツが好きなんですよね。ケーキは僕に任せてください。呼んだかい。ランちゃんのバースデーメニューはロックがテーマ。肉もフルーツもえりすぐりのものを用意したよ。呼びましたか。お誕生日おめでとうございます。黒崎さん、肉ばかりでは飽きるかと思い付け合わせも用意したのですが、いい食べっぷりですね。呼んだか。蘭丸、誕生日おめでとうございます。あなたの体作りへのこだわりには脱帽します。いっそアスリートに転向されては。呼んだ。蘭丸、誕生日おめでとう。今日は蘭丸のために肉を用意しているけど、いつも食べていて飽きないの？呼んだかな。今日はランランのために最高級のお肉を取り寄せました。ロックなバースデーパーティーにするぞ。ありがとな。お前とこの日を過ごせるのが最高のプレゼントだ。ああ、なんだその照れんだろう。